なんかさ、オレンジから虹が出てくるのってあんまりなくなったよね。真ん中にハンドスピナーが鎮座してる。すべてを回す風となれ。召喚、エクシーズ召喚。実は、軽減税率前に、ちょっと藻場コイン上がるじゃないですか。課金しとこうと思って、ちょっとだけ多く、ちょっとだけ課金してしまいました。どうも、買いだめ、藻場コイン買いだめ男、ミザでございます。ということでね、いやー、来ましたね、ハロウィンガチャ。いやー、なんかこの2キャラクターもさ、結構なんか、ねえ、欲しい。なんか、いつか使う、今スタメンで使うかって言われると微妙なところだよな。今なんかこう、よくわかんないけど、転調した方がいいですかっていう人には、まあどうだろうねっていうような感じではあるかもしれないんだけど、まあちょっと今回は、まあ、フォールンソードのピックアップも来てるし、フォールンソード、そう、フォールンソードのピックアップも来てるんですよ。し、なんかちょっとこう、いつか使えそう、ブレグラとかで使えそうなキャラクターだよな。だから、ちょっと今回はこちらの方回していきたいなというふうに思います。まあ今回はね、100連で両方出たら撤退とかじゃなくて、今回300かな？300多分出ないと思うし。あと、ハロウィンキャラクター俺結構持ってないの多いんですよね、実は。ハロウィンユースです。それとハロウィンシャルロッテを持ってないんで、ちょっと今回はそこら辺も狙いつつ、まあ、実際290だな。もう今14まで回してるから、290連回していきたいと思います。パン！よろしくお願いします！錬星人展開！うおー！俺は新キャラクターをこの9万モバコインと等価交換するんだ！よし。祈りは届いた、今。今、俺の中でミザの祈りがね、運営に届いたことでしょう。20連いきます。ちょっとまず初めの虹でちょっとね、占い。俺の中で虹占い。今回なんか SR 多いね。シルバームーンいっぱいか？あ、ゼロだ。ここまで銀がさ、5枠あって、シルバームーンゼロ。そんなことがある。なんか今回キャラ吹きが出ないという暗示なのかもしれない。フロイト先生が言ってるもんな。ちょっと待って、ごめん。BGM 流してなかった。なんかおかしいなと思ってたら、BGM 流してなかったわ。フロイト先生も多分性のメタファーっていうね。ちょっと今のムーブは。よし、来た。やっぱなんか最近ね、グランデフェスとか6%なのに全然なんか6%じゃなかったんだよね。前回のやつ3%だったっけ？ぐらいでクソ低かったんですけど、ちょっと今回は26%、最低6%、9%ってエッチだな。じゃあ行きたいと思います。はい、じゃあまず1個目の虹はバチコーン。早速ピックアップ引いていく。フォールンソード、俺今ねフォールンソード3本なんだよね。なんか何本持ってたっけ。 SSR 闇の剣でしょ。フォールンソード1、既存のやつがゼロか。 ゼロか、ゼロなんだ。ということはあと3本素引きしなきゃいけないんだな。無理でしょ。古戦場までに3本素引きするナイス虹。のはさすがに奇妙。2虹。いいよ。2時、3時、1本目。お前ちょっとブルトガング豪華にしたような見た目してるけど、めちゃくちゃ弱い感じのユイシスの武器だな。2個目。あー、今回のブレグラで輝いたゴシックカトラリー。メイドね。ドロシー&クラウディア。ゴシックカトラリーも結構出てくるんだよな。オッケー。今回20運いいね。でもね、なんか動画の最初は20運良くて、後からね、いきなり絞られるっていうのが、なんか俺のね、運営の遠隔ルーリングペン、来ました。これ、ルナールだね。ルナールといえば、今回のゼタ&バザラガの1、2アビのリンクアビリティをルナールの1アビでも一応コピーできるんですよね。だから、初手で、ゼタ&バザラが落とす手法があるんだったら、ワンチャンなんかルナールコピーっていう手もあるかもしれない。というふうにちょっと思ってるけど、まあ、落とすっつっても今だったらあれだよね。それじゃ、黒爪っていう名前なんだっけ？ルナちゃん？ルナーね。あの子しかいないんで、ちょっとどうなんだろうって思いはすれど、まあ、ちょっとなんかそういうような考えも実は俺の中にはある。でもルナって闇キャラだけしか落とせなかったっけ？なんか全然そこら辺の仕様も知らないんだよね。じゃあ、ここ100連目です。節目の100連目。はい。ガチャ回すの早いね。ガチャ回す。100連の価値は、100連の価値を。まあ、でも今後年末になってくるとさ、報奨石の配布も来るじゃん。報奨石の配布も来ると考えるとっていう。新規追加キャラ解放で LB30 と至極もらえるんだよね。至極欲しいんだよな。次の闇ユリ古戦場何使うと思う？最後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 、二次最後二次最後、そろそろ二次最後二次最後。うわー、全然来ねえじゃねえかよ。2個来たのは嬉しいけど、二次三次。
おお、ギャラクティカインパクト、これが線だっけ確か。あのさ、土のなんかニャンニャン棒みたいな、ニャンニャン棒みたいな、ニャンニャンつけ棒みたいな武器が来てさ、これ絶対線じゃん、やったぜって思ってたら、あのダーントだったっていう。これ多分みんな感じたよね、あのダーントと線が追加されたあの日ね。ギャラクティカインパクトが線で、なんか猫の手があのダーントだったっていう話。これならフォールンくれよ。俺ブルトガング4凸2本持ってんだよね今。なんだっけ、ブルトガング9本ぐらいあればクリ確定できるんだっけ確か。ブルトガング4凸9本あればいいね、いいね。あー、最後に来ない。ちょっと待って、ピックアップキャラクター1人は来ないと、1人は来ないと天井で、天井で取るキャラクターが。頼むー、うわー、空の世界が見えてるよ。異次元への、異次元への扉開いちゃったね。アナザースカイ、まるで潜水艦から見た外の景色のようだ。運命的だな。じゃあここから次です。おし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 、虹運は来てる、虹の数は来てる。これで、あとはピックアップ。おーしょ、初最後虹来ました。これで、まず一回、ちょっと、流れを掴んでいく。欲しいのは、ゼタと、あの、ハレゼナ。どっちも欲しいんだよね。どっちも欲しい。どっちも取った後、天井が出たら、いや、そういう、あの、ぬか喜びはやめておこう。それじゃあ、まず新キャラクター、とりあえず一人いただいていきましょう。ゴチです。よし、ウィッチブルーム。これはあれだね。ゼタだね。ゼタ&バザラが。組織可愛いな、このキャラ。まあ団長、ハッピーハロウィン。さあ言うがいい、トリックオアトリートと。だからそれ怖いって。言うがいい、シンクと明暗、ゼダ&バザラが。いやー、なんかゼタもね、可愛いよね。 LB を使ってキャラを強化しよう。指輪を使うと、あ、でも俺ゼタとバザラガの LB めちゃくちゃなんかしょっぺーから、多分 LB クラスレベルクソ低い気がするわ。いきます。はい、何年目？でもなんかここで1キャラクター新キャラ出たのはすごい、なんかもう、あの、落ち着くようになったわ。売ってた。猫パンチ。144。次で半分か。早いな。次で半分早いね。なんかこう、2キャラクターピックアップされてる時、1キャラクター出るとさ、安心できるよな。そういう、なんか、あの、300年回すときはね。まあ、あとはもう、天井で取ればいいかっていう。でもなんか、もしそれでピックアップキャラクターもう一人出たら、俺は、リミ武器が欲しいんだよね。リミ武器何取ろっかな？今、グランデフェスだろ？グランデフェスで何欲しい？俺、ウンアイルが欲しいんだけどさ、月末なんだよね。ナイス虹。ナイス虹。戻ってきた虹。虹のインパクト。行くぜ。なんか最近持ってないしとして、俺さ、そう、なんか雷抵抗を持った時にさ、でもお前雷抵抗4凸持ってないじゃんみたいなコメント、煽りコメントあったんだけど、その通りなんだよね。俺雷抵抗まだ1凸なんだよね。正直雷抵抗4凸あるんだったら正直欲しいなと思っている欲はある、雷抵抗。よし、2フォールン、4フォールンあればさ、俺今3フォールンだけど、4フォールンあれば、まあ形には、渾身の形にはなると思ってんだよね。だからまあ4フォールンあると、それは嬉しいなと。アーカー社のね、殴りもね、結構ブレるんだよ、ダメージ的に。ダメージ的にブレるんだけど、フォールン増えるとそれが安定するんで、フォールンがもっと欲しい。もっと欲しい。強欲な男、ミザ。強欲、その欲を解放しろ。うば、てめえ。リングオブサン来ました。リングオブサンね。まあ俺が最近押してた、オート放置武器、リングオブサン。うん。治癒がついてるんですよ。排水治癒というですね。なんとなんと、もう排水治癒といえばもう、もうあれよ。ギリギリのところで排水を保ってくださいねと。言わんばかりの、セバスチャンサブに入れればいいんじゃないですかみたいな。鼻で笑ってる、出してきたような、そんな今現在では思うような武器ですが、25。グラム。グラムもね、結構あれなんですよね。闇のハイランダー編成で入れてる人いますね。ボルスンガサガ。絶対なんか物語の名前だよね。ボルスンガサガ。うん。奈落の排水。排水にてっていう感じで。まあ、これを入れてる、ハイランダーに一本入れてるって人はいるけど、まあ、抜いてる人もいるって感じだな。あ、それで思い出した。宿なし欲しいんだ、俺。そうだ。俺、宿なしが無凸状態なんだよね。宿なしが欲しいの思い出したわ。194。このまま、回していきます。これで200連目。宿なし嬉しいな、出たら。フォールンと宿なしだね。
なんだかんだワンチャンあのハイランダー編成も古戦場で使う可能性はあるっちゃあると思っていて、ちょっと虹が絞られてきましたね。遠隔操作食らったな、これは。これはパチンカズノのミザだから言える遠隔操作を食らってます。これはやばいですね、やばいですね。タッチ、やべえ、めちゃくちゃやばくなってきた。暗雲立ち込めてきた。俺もうこれもうムーンが期待できない。もう石が Z の形になってる。 Z の形になってるんで、始まりは0、終わりなら Z。 生きた、いいね。点線みたいに張り付く雨が、繋いで繋いでと叫んでる。ジン！なんかそういえばさ、アルベールもあれだよな、使ってる人いるよな、あの今回のブレグラで。アルベールか。アルベール昔はすげえ使えたしさ、LB が実装された時もさ、なんだこのクリティカルの塊は化け物かみたいな感じの性能してたんだけど。なんか今になって改めてさ、ルシ HL ソロだっけ、ルシ HL ソロにもなんかアルベール使ってる人いたよね。うん、すげえなって思いながらちょっと見てましたね。はい、ピン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 のピンね。シルバム2個、あと50連なんですけど、やばいな。新キャラクター頼むわ、新キャラクター頼む。いくぞ、アレゼラ、お前よ、お前のことが好きだったんだよ。お、なんかさ、あのオレンジから虹が出てくるのってあんまりなくなったよね。真ん中にハンドスピナーが鎮座してる。すべてを回す風となれ、召喚エクシーズ召喚。我こそは筆滅の愚夫、回転したろハンドスピナー。うおー、決まったな。グリームにいる一突ですね。グリームにいる一突、三突欲しいんだよな実は。自分用に素引きで欲しいんだよね。なんか素引きでちょっと混合章を削りたいから。やっぱ真ん中のね、回すあの風がちょっと感じてたもん。あ、これはなんか風を巻き起こすなって、嵐を呼ぶなって、クレヨンしんちゃんだなってちょっと思ってたわ。やっぱそういうことなんだよね。 OK、 284連、あと2連ですね。あと20連ですね。この20連、虹1個は出ると仮定して俺は見通した。俺の勝利の方程式、ビクトリー、ビクトリー。今メガネめっちゃクイックしてたわ。ファントムシーフナイフね。あのね、水アサシンで、水アサシンでアルティメットバハムートソロしようとした時に、水の探検なかったんだよね。視点陣砕いてたから、なんかねえかな探検って思って出たのがファントムシーフナイフだけだったっていう。俺の中のファントムシーフナイフの思い出、それ。最後の10連いきます。頼む。これが、勝利の法則。勝利の法則は、決めて！フォールンソード2本決めて。君ピックアップだったっけ、君ピックアップされてんね。フォールンソードと2本、アルベールピックアップ来てたかな。ちょっと心になかったけど、掴んでなかったのじゃん。テオノ、テオノか、テオノな、タビーな、まさかの被りだね。後人技巧ということで、今回じゃあハレテナ取るか。他になんか欲しいの、エデン、イクサバ、スフィア、サティ。そうだね。あー、グリームニル欲しかったね。そういえば、リボンがリミテッド化されてんだよな。リボンがリミテッドって明記されてるから、なんかリボンの最終まだかなっていう風に言ってる人もいるね。グリームニルの槍が2本目欲しいなーという気と、あと、エウロペだね。ガレレオサイト2本目持ってもいいかなっていう気がありつつも、まあ今回はハレテナにしようか。季節限定キャラクターって取れねえからね。こういう風に意識して取らないと。俺がハロシャル持ってないのが可愛い。この衣装、マジラブリーだろ。一緒にハロウィン楽しもうな、団長。可愛いっすね。という感じでございました。まあ今回の戦果はでもまあなかなか悪くなかったんじゃないですか。見てみましょうか、 SSR で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、あの天井抜きで、SSR15 で、で召喚石はグリームにいる16だね。300連中16、まあなかなかじゃないですか。悪くないよね、質もいいしね。うん、
個人的には、まあ、なかなか嬉しかったかな。なんか、フォールンソード2本来たし。でも、あの、さすがにダマス使ってフォール4本目作るのは、ちょっとさすがに重いんで、まあ、いつか嫁られるのをお待ちしておりました、みたいな。うん、主を待つ、あの、しもべのような気持ちで立ちつつも、まあ、ちょっと宿なし、ダマス使うんだったらフォールンより宿なしだよな、今だったらな。なんていう風にちょっといろいろ考えてますが、僕のダマス所持数はゼロになっております。ダマスなんもないので、多分ちょっとあの先の先になるでしょうね。最近なんかちょっと石油武器欲しいなと思ってんだよね。最近ちょっとなんかゴールドムーン29個しかないんだけど、そろそろ石油武器に着手しても悪くねえんじゃねえかなとちょっと頭の中で思っております。そんな感じで今回の300連でございました。まあ、新規のピックアップキャラクター取れただけで、まあ、なかなか後だったのかなと、個人的には思ってます。あとはもう、この武器たちが嫁る必要がないということをお祈りするばかりですね。ワンチャンこれだよな、スピリットシーカー。サンテ・ワンナイプリー。うん。TA& 連撃アップ。で、キャラの攻撃上昇症。うん、まあ、使わなさそうではあるけどね。ほぼほぼ使わなさそうではあるけど、連撃が必要なワンパン系の、ワンパン系の敵に対してワンチャンあるかなっていう、3って台だからさ、TA 確定、DA 確定っていうのを組み合わせて、なんかその、エクストリーム周回、確定周回とかを組む可能性がワンナイプリーの方はワンチャンあるかなっていうような印象だけど、こっちはまあ、ウィッチブルームは大丈夫そうかな。後陣技巧だからね。うん。まあ、奥義効果がアビダメ、最小感覚、アビリティダメージ上限アップなんで、まあ、大丈夫かなっていうような印象ですかね。はい。ということで、まぁ、あ、ちょっと、まあまあまあ、まあまあまあ、結果、まあ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 、じゃあ。